はいどうも、アキです。パワープロアプリやっていきます。はい、今回はですね、こちらですね、PR 以上確定レアガチャがまた来ましたね。はい、で、僕ね、結構これね、SR 引けてるんですよね。今まで20分の2ぐらいで SR 引けているので引いていきましょう。これ、PR 以上確定の時は R が出ない分、ちょっと SR が出やすくとかなってないのかな。まあね、どちらにせよ、ほんといつも思うのは、PR 確定で5枚も出る。これはね、こんなに美味しいことはないですね。はい、引いていきましょう。なおかつ SR も出るというところでしょうか。で、ちなみに今回から、ダイヤのエースのキャラクターが復活して、メジャーのキャラクターは抜いていますね。アイコンはまだシゲのフォローのままなのに、ちょっと謎な現象が起きているけど、やっていきましょう。はい、まあ、その辺は大人の問題があるんでしょうね。さあ、今回も SR 出てくれると嬉しいですね。1回目。もうこれはね、普通に引くの僕はおすすめしています。おお、もう君はプラゴ PR プラゴで待機しているよ。小枯らし2回目。さあ誰、まあ上限解放がね一番の目当てなんで、おいいですね、鎌狩り上限解放できるかもしれません。3回目いきましょう。さあ誰来る。さあ3回目が、おお、カルロスいいですね。カルロス45になればね、試合経験点つくので非常に嬉しいですね。はい、4回目。おお、みそのも君プラス5、もう2体ぐらいいる。プラス5が2体か3体いる PR で。さあラスト。さあ持っている SR のキャラクターがね出てほしいところですね。せっちゃん、おお、とりあえず持っている SR3 体出たので、まあ上限解放までが面白いと思いますので、今回は上限解放まで動画の中でしたいと思います。まずは鎌狩り、鎌狩り行きましょう。来い、うわーうわー、鎌狩りもな、45になって真の強さをな発揮するタイプだからな。カルロス使うよ、結構ダイソーデッキで使うからね。うわー、猫髪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 だった。オッケー、猫髪、猫髪が何気にもうプラ3いきましょう。割と新しいキャラなのに。おっと、というわけでも今回はですねもう完全なる負けですね。はい、まあただ前回結構ね SR 引いた上になんか PR の上限解放も進んだんで、まあまあ確率はね収束していくかなと思います。はい、まあですが、まあ本当にまあなんだかんだね最後は上限解放のゲームになってきますので、おすすめしたいガチャではあるので、ぜひ皆さん石に余裕があるという方はね引いてみてはいかがでしょうか。で最後にちょっと余談なんですけど、アサクセス入っちゃった。なんか波動高校にスバル連れて行こうとするとなんか暗黒闇スバルをのけてくださいみたいなのが出るそうなんで、あの波動の期間限定ルートで出てくる闇スバルですかね、あれが多分そのうち追加されるんじゃないかなと僕も思っております。まあ同時に多分期間限定が来るんじゃないかな、近いうちに。はい、波動の期間限定結構ねいいので、ぜひねまた動画撮りたいと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともグッドボタン、あ、そう、グッドボタンとかやるとこれブレるんですよ。でアディオスとかやると、あの、ブレない、アディオス、あ、ブレないやん。なんか今回はいどうもってやんなかったんでね、あ、別にこれ敬礼ではなく、なんか別にこだわりもないんで、なんかいいのがあったら逆に募集したいレベルです。ほんとね、これね、アディオス、ほら、このカメラね、もしかしたらもう使わなくなるかもしれないんで、ウェブカメラ。ちょっとね、またカメラ新調したんですよね。はい、というわけで、この後は概要欄にあります、いろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。ぜひともチャンネル登録を噛むね。ぜひともチャンネル登録、そしてグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。